どうかな、普通だと思うけど。でもなんで？まあ記憶力はともかく、あんまり振り返ることはないかな。うん、頸椎捻挫したみたいに前しか向いていないのです。京介、記憶力でも鍛えるつもりなの？でも記憶力がいい人っていろいろと便利そうだよね。あたしより一個上なだけなのに。だって2年生の次は3年生だから。昔は一つ二つの違いなんてあってもなくても全然感じなかったのにね。あ、言えてるかなそれ。何が変わったとしてもいつまでも友達でいられたらいいね。恥ずかしくないよ。うん、うー、サブサブ。冬に外で食べるのもきついものがあるね。校庭を見下ろせるのは結構いい眺めだけど、眺めっていうと森園町って結構洒落た街並みしてるよね。だからかな、最近サンデーが脱走するんだよ。続くようだとね。サンデーはんなことしないよ。きっと街並みに見とれてるんじゃないかな。知恵袋的に言って首輪に名札でもつけといたら。は賢いし、そういう心配はしてないんだよね。まあ、帰巣本能はあるかもな。何にしろ、こんな子猫が一匹で街中歩くのは危ないだろうけど。楽しい楽しい図書委員の時間がやってまいりました。え、マジで？私は楽しいけどな。
私のこと好きじゃない？それかちかこちゃんか。あ、なるほど。焦ったぜ。青春は青い。おお。説得力は理屈じゃなくて勢いなんだよね。うんうん。人がいない方がいいかなと思って。お前の方はどうだった？うん、そうか。そうそううまくいかないのかもしれないぜ、マジって。どうもそんな気がしてきた。昔が出てきただろ。やっぱな、どう考えてもただの薬じゃないとは思うんだけどな。注意？あ、いや知らないけど。ただ金払って物を受け取っただけだけど。へえ、マジかよ。けどよく知ってるな。それ守らなかったらどうなるの？じゃあ死にはしないってことか。あ、お疲れ。あれ、どうかした？大丈夫？保健室で薬もらってきたら？そっか、それじゃあ1階まで一緒に行こう。じゃあバイバイ、頑張ってね。という日本人的曖昧さがナイスだよね。そういえば英語には
お疲れ様にあたる単語はないらしいですね。ほらやっぱり。ペダントリーひけらかすなと京介くんが申し上げております。え、私の方だったんですか。あんた以外に誰がいるってのさ。ほら、あ、やめてくださいよ。から気になってたんだけどさ、チカ子ちゃん今日は妙にそわそわしてない？え、そうですか。うん、妙に京介くんの方気にしてた。はあはあ、さてはの告白タイムが始まりますよ。うそうそ、今部屋の中に誰もいなくなってるから。実はそういう時間帯を狙っていたのです。虎視眈々、臥薪嘗胆。私がそんなこと言ったら冗談にならないですね。あ、いえ、何でもないです。でもそわそわしていたのは本当だったでしょ。あ、はい。いえ、実はちょっと気になっていたことがあって、それを言おうかどうしようか迷っていたんです。京介くん、チャック開いてるって。ああ、違うんだ、私てっきり社会の窓かと。言いにくいもんなんだよ、そういうことは。そうですね、じゃあ思い切って言います。私も聞いていいの？はい。私以外にも見ていた人がいて。私は見てないや。私一人だけが見たって言ったって全然説得力ないですから。あっ、ちょっと図鑑持ってきますね。本日は本の並びを直しましょう。
何かな、その不満そうな声は。脳からの電波がジャミングされた。脳が電波、脳波。日本人でしょ。日本人は勤勉さで有名なんだよ。ってことで、チカ子ちゃんにはカウンターをお任せします。はい。ほらほら、気になるも何もないじゃん。正気を逸しているというか。なんで夏目漱石の隣にホームズシリーズが置いてあるのよみたいな。ね、片付けてやりたいって欲求がムラムラっと湧き上がってくるでしょ。ムラムラっと。届かない。こうなったらしょうがないね。京介くん、肩車してちょ。つまんないな。持ち上げてあげよっか。でもパズル遊びクリアしたみたいな爽快感がない。京介くん、今日は夜の散歩はどうする。そう、サンデーの。行こうよ。